2ホノルクチャンネルです。先日行われた九州爬虫類フェス、通称キューレプに行ってきたんですけど、前回の動画ではそこで購入した飼育用品についての動画でした。今回は皆さんお待たせいたしました、生態をご紹介したいと思います。それではどうぞ。はい、ということで今回新たに家族になった生態こちらです。じゃーん、西アフリカトカゲモドキ、通称西アフですね、になります。モルフの方が、こちらがオレオ、ずっと欲しが私が欲しかったモルフなんですけど、オレオのストライプですね。とこちらホワイトアウトっていう種類のモルフになります。綺麗ですよね。ちょっとまだ来たばっかりっていうことで動画にしようかどうか悩んだんですけど、ちょっとセッティングの動画をせっかくだから皆さんに見てもらおうかなと思って、もう急遽撮影しております。それでは早速セッティングの方していこうと思います。今回使用するケースは、前回もよいしょ紹介しましたクリアネスシリーズっていうレプタイルケースですね。こちら使用していこうと思います。よいしょ。中身はこんな感じですね。あのアクリルが分厚くて透明度も高くて、まあ、西アフやレオパなんかにちょうどいいサイズのボックスになってます。じゃあこれをまたセッティングしていくんですけど、まずこれ置いときますね。使う床材がこちら、デザートソイルになります。今回は4キロのやつを購入してきました。あとはココホームっていう、まあ、床材なんですけど、これですね。西アフリカトカゲモドキっていう、まあ、ヤモリさんになるんですけど、レオパと違って多湿を好むヤモリさんになるんですけど、このデザートソイルだけでもまあ悪くはないんですけど、できたらこっちのヤシガラマットを入れてちょっと混ぜておくと保湿を助けてくれるっていうことで教わったので、こちらを使用していこうと思います。かわいい。ではセッティングしていこうと思います。開けますね。ではこれにまずデザートソイル、こちらを入れていきます。あ、開け口あるもんね。ほい、うわ、じゃあ入れていきます。結構西アフって土をこうホリホリしたりするらしいので、少し厚めに入れときましょうかね。
飛んでった。まあいいや。ちょっと後から掃除します。飛んでった。まあこういうこともあるある。よいしょしょ。これくらいですかね。厚めに入れておきます。次にこれココフォームですね。これも入れていこうと思います。まあ保湿を助けるっていうふうに先ほど言ったんですけど、混ぜて使うといいっていうことだったので、ちょっと混ぜ混ぜ、こんな感じかな。とりあえずこんな感じでいきました。床材はこんな感じでやってみて、でシェルターですね、上に水が入れれるタイプを使用します。端っこに置いておきましょうかね。あとは私はもう餌皿は入れずに水入れだけ、ここら辺かな、ちょっとよしよし、セッティングして、とりあえずシンプルにこういう形で飼育していこうかなと思います。あとは水を入れたんですけど、あとは霧吹きでシャーっとよいしょ湿らせてあげて、こんな感じかな。これでとりあえず完成になります。ではもう一個同じ要領で作っていきましょう。はい、ということで同じようにセッティングしてみました。それでは生態を入れていこうと思います。まずこの西アフオレオの方ですね、入れていきます。どうぞ。でもう一匹ホワイトアウトの子ですね、この子も入れていきます。はい、どうぞ。新しい環境どうですかね。お迎えしたばかりなので餌は今日のところはちょっと与えずに、また後日餌やり動画をあげようと思います。お名前もね、これからちょっとつけていきたいなと思うので、またコメント欄でいい名前があったら出していただけると嬉しいです。ちょっと探索してますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。このクリアネスシリーズ、イベントでザイオンさんの方で購入しました。そしたらですね、こうステッカーを1個につき1枚いただけました。もしフィッシュの方、ザイオンさんに行くことがあれば、このクリアネスシリーズ検討してみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。